大上庄司です。第2回目のクォータースターコンテストでございますね。まあ、全体の総評としてはですね、1回目の方が何て言うんですかね、予想がつかない作品が多かったような気がしてですね、今回ちょっとどうもみんななんとなくもうすでにジャンルを理解してちょっとお気に来た作品が多いような気がして、ちょっと残念な感じがしました。15分という制限しかないわけですから、もっともっと壊れててもいいし破天荒でもいいんじゃないかなというのが、ちょっとドキドキ感がですね、1回よりも減った感じがして、ちょっと残念でした。なんていうんですかね、来年もね、15本も送られてきて、僕がやるかどうか分かりませんけど、審査員を、ジャンルが分かった上で、冒険をしていただければですね、いいんじゃないかと思います。それで今回、3位、2位、1位で発表するんですけど、実はぶっちゃけたこと言うと、3位、2位はですね、そんなに強い推しではありません。申し訳ないです。でも、なんか選ばないと3、2、1をやらないといけないので選びます。申し訳ないですね。というのは、つまり、1位は僕は割と自信持っていいなと思ってるんですけど、3位、2位に関しては他の作品とそんなに大差がなくて、要はその、この作品を3位に選んだのは、他のよりも、なんとか劣ってたからということよりは、なんとなくもう、全体が割となんか、なんていうんですかね、ポジティブに言えば同じぐらい惜しい水準で、で、ネガティブに言えば、どんぐりの背比べっぽい残念感があってですね、それで、やりました。で、3位はですね、ですね、私が個人的に選ばせてもらったのは、演劇集団空中分解誘導人生抗いっていうやつです。で、これは何かというと、もう一点とにかく、女の子の部屋と男の子の部屋が、そのブラックアウトで、最初、映ってて、あれ、このクォータースターコンテストは編集しちゃいけないっていうルールじゃなかったっていう、の中で、実はカメラがこう、ジョジョッとパンをすると、その同じ部屋の隣り合わせだったという、鈴木清純監督というですね、日本映画では珍しく不条理を映像でずっと続けている、国宝級の監督がいらっしゃるんですけども、映像で、その時は鈴木清純監督、自分の自宅を主人公が出て、行ってきますって言って、そのままカメラがそのままクレーンダウンすると、その階段の下がオフィスだったっていう、映画があるんですけどもね、というようなある種のその映像の衝撃がありまして、ただ、喋ってる内容に関してはですね、惜しいというか、もう一つひねってもらいたかったというか、女の子が電話するのも、なんで電話し返すのっていうのがあって、もし本当にお金が目当てなんだったら、もうちょっと露骨にやっといて、で、小学校の同級生と分かるみたいな、もうちょっとなんかあった方がいいという、会話がね、もう一つ、でもこのワンアイデア、とにかく一つの画面の中に、男の部屋と女の部屋がきっちり入れたという、このワンアイデアを、が素晴らしいと思って、第3位にしました。さあ、第2位は、じゃがじゃん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 。劇団ひきさんの、すいたほどいやいたたたた。これ第2位です。これは こんなにですね、選んだ理由としては、後半の、自分が整形している。で、汚い時は、おへちゃな時は声もかけなかった。それが整形したらこんな風に変わるって、あんたにとって一体愛は何なのっていう、追求していく展開のところは非常に面白かったので、その部分で2位にさせてもらいました。ただ、こんなにね、なんか典型的な小劇場演技っていうか、こんなに無茶にはしゃがなくていいんじゃないかなというですね、2、30年前に小劇場演技を始めた身ではございますが、ここまでね、なんか頑張んなくていいんじゃないかって、この台本をすごくリアルでナチュラルに抑えた演技でやった方が、実はすごくドキッとして、たどり着く距離は深いと思うんですよね。だからぜひ、これはね、本はすごく悪くないし面白いので、この本をこのいわゆる等身大の高校生ぐらいのリアリティとして、で、高校生でだから整形して顎も削ってってことは大変なことですから、そのリアリティというか、その重さも理解した上で演じてみたら、もう随分インパクトのある素晴らしい作品になるんじゃないかなと思います。ただ脚本のそのチャレンジの出来で第2位にさせてもらいました。さあ、そして第1位は、じゃん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 、第6ボタン、明日は人生初の二日酔いかもしれないを選びました。これです。はい。これはですね、構成というか、カメラがずっとついていくことも素敵なんですけど、僕がこの15本見せてもらった中で、一番その心が、動いたというか、要はその女の子が、明らかに女の子は、ダベちゃん、ナベちゃんって女の子は、塩野のことが好きで、で、一生懸命こう塩野に対していろんな話を振ってるんですけど、その塩野が、一生懸命、こう、
なんとなくあのお茶を濁してて、それでその梅ちゃんと女の子が、あ、男の子があの揉めてる瞬間を見て、カメラが戻った瞬間のですね、あの塩野君のあの、実に悲しい顔と、そしてほんの少しタイミングを遅らして、いいタイミングで入ってくる、あれカメラ横で鳴らしてるってことでしょうね、その曲とのあの瞬間がですね、実に心が動いたというか、ドキッとしてですね、あの素晴らしいなというか、ここでちょっと思わず引き込まれてしまいました。あの前半のやっぱりあの飲み会のシーンがちょっとですね、あの、そんなに頑張んなくていいよパート2みたいな小劇場っぽい演技だったので、あそこがもうちょっとあの頑張んなければですね、よりいいかなっていう感じがありますね。あのなんていうのかな、あのまあ、もちろん動くあの動画というか演劇なんだけど、あの同じ空間で見ると頑張りすぎてるやつも微笑ましく許せたりするんですけど、小劇場演劇の映像だとそこのその頑張ってる感じっていうのは全部痛い方に転んでいくので、もうちょっと抑えた方がいいんじゃないかなという感じでございます。あとそこに緊張のことは、もう万歳合唱団万歳児童さんすごい頑張っててよかったと思いましたね。それからあのラフメーカー戦闘員お父さんのバカバカしさもよかったですし、それから去年引き続き超歌劇団の超リーグ、あのバカは任せろみたいなですね、これも良かったんですけど、まあ、今回なんとなく、そのこの3本に、させて、もらいました。 あと、切実墓場まで、これもあのどう言えばいいんだろうな、苦いディスコミュニケーションじゃなくて、あの脚本の腕はすごくあるので、この苦いディスコミュニケーションじゃなくて、それがなんかもう少しどう言えばいいかな、生きる希望の方にディスコミュニケーションからあの転んでいったら、もうあの出力はすごくあるんですけど、どんな形でもいいんだけど、どんな形でもなんか人間と人間が分かり合えないことが無残に提出するだけじゃなくて、そこから何かが前向きに見えるとすごく素敵になるんだけどなという、まあ、印象残ったのは他はそういう感じです。というわけで、どうもお疲れ様でございました。